第16期生体運用実験についてですが、主形態の体組織の再生速度は当初目標の 17% の進達を成功しました。現在までに投入可能と思われる素体は30体前後完成いたしました。しかし現時点でのグールの運用活動可能時間は4時間が限界であり、それ以上の稼働は体組織の暴走崩壊を起こしてしまいます。吸血鬼などとはとても呼べない、出来損ない、無様な代物だな、ドック。申し訳ございません。素晴らしい、ひとたび投入されたなら戦線は崩壊する。夜が明ける前に連合軍は亡者の群れと化す。彼女は元気かね？彼女は素晴らしい、そして恐ろしい。ここまで研究しても我々は未だに信じられません。あんなものが本当に存在したなどと。彼女がいなければ我々の研究など無双に等しい。少佐殿、あれは、彼女は一体何なのですか？彼女かね。ヒロインはヒロインだよ。始まりの終わり、終わりの始まりだ。かつて狂気と正気が彼女を奪い合い、蹂躙し尽くしたのだ。あれはその残骸だ。夜中に集まって隠れて何をシコシコやってんのさ、フン族の兵隊ども。なんだお前は、誰だ、何者だ。ピース、ヘルシングバトラー、ウォルター・クム・ドルネーズ。火人の気球をお救いするは執事たる者のお務めゆえ、これよりあんたらを地獄に送る。ヘルシング、英国国境騎士団、吸血鬼根絶の特務機関。そうだ、そうだよ、そうだとも。もうおしまいだ、くだらないお前たちも、くだらない科学教室も、もうおしまいだよ、ナチス。それは困る。ん？そんなことをされてはたまらん。ドイツが戦争に負けてしまうじゃないか。私たちの戦争が終わってしまうじゃないか。私たちの大好物の戦争が。あんたがここの頭目かい、デーブ。そうだよ、食事中なんだから邪魔しないでくれ。知らないのか、デーブは一食抜いただけで餓死するんだ。これ私が言うんだから間違いないぞ、少年。このザワークラウトよく使ってる。どこで手に入れた？私がつけました。キャベツも自作です。はあ、毒が見事、いい塩梅の出来だ。今日の料理は少佐殿の来訪に合わせまして、私が直々に調理させていただきました。それは見事、この腸詰めだと絶品だぞ、ドク。お褒めいただき感謝の極み。我々の探求の邪魔者だ、そして大隊指揮官殿のお食事の邪魔者だ。殺せ。バカが気がつかないのか、雑魚どもに。勝負はすでについている。
見事な手並みだ。恐ろしい少年だな、君は。なんと、貴様らの周りにも張り巡らしたはずなのに。ウォルター君と言ったな、君。素敵な技術を持っているじゃないか、君。君の力、ぜひとも私の軍隊に欲しい。どうだね？今から裏切って私の元に来ないか。武装 SS 義勇兵として私の部隊に。最後の大隊に、ベアボルフに。絶対に楽しいぞ。絶対に、ウォルター。寝ぼけんな、デブ。今そのそっ首叩き落として炉にくべて脂肪燃やして弾を取ってやる。まあそう、それは残念しおく。では仕方ない。タイならばその少年のそっ首を落として炉にくべよ。ドク、部屋を出るぞ。は、タイが本気で戦う。巻き込まれてはかなわん。ジーク入る。